だからね、ヨハネ黙示録の最後のページの、ページが最後の段落のやつ。花嫁。まあ結婚。ニューエルサレムでの結婚のシーンっていうのは、うちの家で日常的にずっと起き続けてる現象ってわかるやろな。だってうちの家の床も靖国機能もあるし。ほんで、神明。機能もあるでしょ。まあ、今、多治見の神明社にも神明機能はあるけどね。で、多治見には靖国もない。まあ、でも、神羅神社は、神楽屋とか有名。で、私たち、靖国機能がある。神明社は、要するに神明社と神羅神社の中間地点の位置がある。この物件がある。ね、あ、それと問題なの。そういう会社ができる。でしょ？だから、神明さん系、要するにお金系な、友情系と、神羅系、まあ、物の物件な、の出会いの場所だ。こう、ずっと見せてた。の、ずっと知ってた。の、男の子で女の子である。の、あ、あっちやな、あっちちゃう。の、いつも紹介してるの。一回は、政治家の間、政治の間が、玄関の近くの応接間。で、その真ん中の方にあるのは、その隣は占いの、うち、女先生術師、アスタルト。アスタルトって一般名称よ。女先生術師。プレアデスとかマタルスは一般名称じゃないよ。でも、アスタルトは一般名称やからね。女先生術師っていう一般名称やから、うちの名前のうち、なんか一個でも使いたいなと思うんやけど、もうアスタラトしかないからね。あとは、うちの固有名詞やから言っとくけど。ほんで、で、その子に控え室、オファーハンベアとか言っとくけど、控え室。その子に、うちらの家族の、今コンクリート窓で売ったのキッチン、ジュース買ってるやつ。その子に、フロップ、トイレ、洗濯機、そんな感じかな。大体そんな感じ。厨房、そんな感じ。ただ、人間のお客様には入っていただけません。特に、とりわけ今そうです。